総書和国伝って意外と記述が少ないですよね。解説の霧雨魔理沙です。和の豪雨って記述で見ると意外と地味ですよね。白霊霊夢です。総書和国伝って情勢の分析が大事ですよね。魂魄陽夢です。今回は総書和国伝を題材にしたいと思うぜ。今までは和の豪雨に関していろいろと述べてきたんだけど、総書和国伝の本文には何が書いてあるのかを解説するんだよね。総書和国伝って内容はかなりシンプルですから。今までの和の豪雨の動画の復習みたいな感じでもあるんだけど、総書和国伝は中国の南朝、宋の歴史を書いた総書の中にある和国に関する記述を指す。ただし、実際には総書和国伝という伝が建てられているわけではなく、総書の列伝第57位版には国に関することが、高句麗や百済、隣雄、扶南などとともに記載されているだけだ。魏志倭人伝が正史三国志の魏書統偉伝倭人の城という名称が正しいように、総書和国伝も総書、偉版伝倭人の城というのが正式名称となるんだよね。総書和国伝の注目すべきポイントは何といっても、和の豪雨の記述があることでしょうね。中国から見た日本の記録は西暦266年に和の城伊予だと考えられているが長考してから、150年ほど途切れており、空白の150年と呼ばれる時代に突入していた。ここで再び和国のことが登場するのが総書和国伝であり、和の豪雨のことが書かれており、当時の日本を知る上での貴重な資料となっているんだけど、総書和国伝には421年の和王さんの長考から478年の和王部の上表文までが記録されている状態だ。なお、総書の著者である陳訳は441年に生まれ513年に没するまでの間に宋、南西、梁の時代を生き抜いており、本人も含めて宋のことをよく知る人物も存命していたはずであり、記述の正確さが評価されたりもしている。総書和国伝の和王部の上表文に関しては、すでに単独の動画にしてあり和王部の上表文の動画を視聴するようにお願いいたします。ここでは和王部の上表文以外の総書和国伝の内容を解説するということですね。総書和国伝の本文は、次の記述から始まる。和国は高句麗の東南の大海の中にあり、貢ぎ物を持って伺いに来る。上記の記述から和国は中華王朝の海にあたる存在であり、貢ぎ物を持って中華王朝の宋に頭を下げていることがわかるはずだ。実際に水晶や卑弥呼などは五漢王朝や三国志の義に長考した記録が残っているんだけど、長考というと、和国が下手に出て中華王朝に対し貢ぎ物を送っているだけの存在に思うかもしれない。貢ぎ物を送るっていうと、下手に出て中華王朝の機嫌を取るために、奉納物を捧げ搾取されているようなイメージもありますから。しかし、実際には長江貿易の言葉もあるように、貢ぎ物を届けた以上の返礼品が中華王朝からあり、周辺国は長江を行うメリットも大きかったわけだ。中国側も長江があれば万里が皇帝の徳を慕ってやってきたことになり、皇帝のメンツを保ち権威を高める上で有効な手段でもあったんだよね。421年には王さんが宋へ長考を行っているんだけど、総書和国伝には次のように書かれているぜ。皇祖の英書2年、御事のりして曰く、和さんは遠い万里の地より貢ぎ物を収めている。遠い距離を厭わぬ誠意は高く評価している。故に感触を授ける。ここで言う皇祖は宋の初代皇帝である悠悠のことであり、宋は420年に建国されたばかりで不安定さもあったことから、和国の長考は歓迎されたはずだ。和国の長考は宋の求心力を増す結果となったはずです。413年にも和国は高句麗と共同入港したなどの話もあるんだけど、こちらは和国が長考してはいなかったのではないかとも考えられている。413年の長考は総書和国伝には書いていないわけであり、過去動画でも扱ったので飛ばしてしまいますけど。421年には王さんが長考を行った理由なんだけど、当時の和国は航海道を飛や三国式にあるように、百済と手を結び高句麗や新羅と朝鮮半島で激闘を繰り返していた。和国は朝鮮半島での戦いを優勢に進めるために、宋の権威を利用しようとしたんでしょうね。さらに、和国内も不安定であり、和王さんは宋の後ろ盾を得て和国をまとめようとした結果とも考えられているわけだ。高句麗や百済も宋から感触をもらっており、和国もそれに倣ったとも言えるんでしょうけど。
草書は国伝には和王さんの感触が書かれていませんが、後のことを考えると安藤将軍は国王に作法されたのは確実でしょうね。草書は国伝によると、425年には王さんが配下の柴宗達を宋へ派遣したことが、次のように記録されているぜ。大祖の元化2年には王さんは柴宗達を派遣し、上領軍を建て祭り和国の特産物を献じた。425年には王さんは配下の柴宗達を宋へ派遣し朝貢を行ったことがわかる。柴宗達の上領軍に何が書いてあったのかは不明なんだけど、ここで注目したいのは宗達が柴だということだ。柴は軍事に関する役職であり、和王さんが不完成により安藤将軍府を回復し、配下の宗達を柴に任命したんでしょうね。和王さんの配下の者が宋の官職を望んだ場合に、和王さんを通さなければならず、これらも和王権の権威を高める結果になったと考えられているぜ。やっぱり、和国側も何らかのメリットがあって朝貢を行っているのがわかるよね。皇帝への上領軍だとへりくだり忠誠を使っているかのような文章になるんですけど。和王さんから柴に任命された宗達は謎の人物であり、中国語が巧みな朝鮮半島系の人物だったのではないかともされているぜ。宗達の出自に関しては、不明としか言いようがないんですが。ちなみに、柴宗達が宋へ行った425年には、すでに宋の初代皇帝悠遊は亡くなっており、宋の文帝の時代となっていたわけだ。和王さんは和さんを名乗っており、宗達の名前を見るとわかるように和国は中国風の名前を名乗り、宋へ朝貢していたことがわかる。百済や高句麗も中国風の名前を名乗り、朝貢をしているから、それに習ったんでしょうね。草書は国伝には和王さんが亡くなり、和王鎮が即位したことが、次のように書かれている。和王さんが亡くなり弟の和王鎮が後継者となった。和王鎮は使者を派遣し貢ぎ物を建て祀った。上記の記述から和王さんと和王鎮は兄弟だったことがわかるはずだ。和王鎮も兄の和王さんの政策を踏襲し、宋への朝貢を行ったことがわかるよね。草書は国伝の和王鎮の注目すべき記述は次の通りだ。自ら史実説と徳は、百済、新羅、三真、新官、五官六国諸軍事安東大将軍は国王と称し、助成するように求めた。和王鎮は史実説と徳は、百済、新羅、三真、新官、五官六国諸軍事安東大将軍は国王を称し、位を正式に認めるように要請したことになるんだよね。記録には残っていませんが、和王鎮は宋への忠誠心を語る上領文を提出したのでしょう。和王鎮は和国だけではなく、名目上ではあるんだけど百済、新羅、三真、新官、馬官の軍権を宋に求めたことにもなる。宋の文帝は、次のような決断をしました。鬼名丸さんどうぞ。安藤将軍は国王に任命する御事の理を発行した。和王鎮の要求は却下され、和王鎮は安藤将軍は国王として認められただけでした。当時の宋は宋の文帝による元化の地が行われ名称、弾道制が北魏を破るなどもあり、宋としては和国の要求を飲むだけのメリットがなかったんでしょうね。和王鎮は自らが六国諸軍事になることは失敗したんだけど、配下の者たちに正式に将軍号を与えるように要請した記述があるぜ。読み上げてみましょうか。和王鎮は新化の和随羅13人に平成、西予、皇軍、保国などの将軍号を正式に授けるように求めてきた。文帝は御事の理を発行しすべて許可した。和王鎮が不完成を利用し合わせて配下の者たちに、将軍号を与えるように要請したんだよね。ここで注目すべきは平成将軍に任命された和随でしょう。和随は平成将軍となったんだけど、和王鎮の安藤将軍と和随の平成将軍は共に三品将軍であり、それほど将軍位の格が違うわけではない。和王鎮としては自分と配下の者の将軍号は差があった方が都合が良かったはずなんだけど、和随だけは特別な計らいを必要としたってことでしょうね。和随に関しては諸説ありますが、和の豪雨の時代は大阪平野の時代でもあり、古市古墳軍とモズ古墳軍の勢力があり、和王権を構成していたとも考えられているぜ。古市古墳軍とモズ古墳軍のどちらかの勢力が和王鎮であり、もう一つが和随の勢力だった可能性もあるってことかしら。でも、こういうのって史書には書かれていないわけであり、なんと言ってよいのやら。草書は国伝の443年に次の記述が存在している。元化20年、和国王の姓は使者を派遣して貢ぎ物を建て祀った。
そこで、和王政を安東将軍、和国王に任じた。ここで注目したいのが、先代である和王珍と和王政の関係が書かれていないことだ。領書だと和王珍の子が和王政となっていますが、この記述を信用する人は少ないよね。一つの説として、和王権が別の王朝へ移行したのではないかとする説がある。当時の大和王権は王族たちの連合政権だったとも考えられており、別の王権へ移行したのではないかとする説でもあるよね。和王珍の時代には隋なる実力者がいたんだけど、和王政は和隋の系統だったのではないかとも考えられている。当初は国伝の記述自体が簡略であり、様々な説があって想像の域を出ないんですけど。それでも、和王さん、和王珍と和王政、和王公、和王部は、別系統だったのではないかとする説が根強くあるということだ。このあたりはどうなんでしょう。当初は国伝には王政の時代に和国が躍進した話があるぜ。読み上げてみましょうか。和王政を支持説と徳は白木未満から新官母官六国諸軍事の官職を与え、安東将軍は元のままとした。並びに上層した23人を将軍や軍長官に任命した。ここで注目したいのが、和王政が支持説と徳は白木未満から新官母官六国諸軍事に任命されていることだろう。和王珍が望んだ役職とは若干違い、くだらの軍権は認められていないんだけど、朝鮮半島南部の白木や馬官、新官、未満やからの軍権が認められているんだよね。和王政が六国諸軍事を認められた背景には、宋の情勢も関わっていたんじゃないかしら。宋は文帝の下で国力を高めていたんだけど、450年に北魏に大敗北を喫している。宋は北魏の脅威にさらされており、高句麗も北魏への接近を見せていたことから、宋にとっては非常に難しい情勢となっていたわけだ。こうした情勢の中では国が北魏への牽制になってくれればと思ったのか、和王政は六国諸軍事に任命したのでしょうね。六国諸軍事の中で百済の名前がないのは、百済はすでに宋へ朝貢を行い鎮東大将軍となっており、宋の中では和国の要求を認めて百済の機嫌を損ないたくなかったと考えられる。逆に六国諸軍事に白木の名前があるのは、白木は宋へ朝貢するわけでもなく、宋書にも白木の名前は皆無と言っても良いわけであり、国交もなかったとも言える。白木は宋に朝貢してくるわけでもなく、地理的に朝貢が難しいことから、和国が白木の軍権を望み、欲しいならくれてやる程度のものだったのでしょうね。さらに、和国は高句麗や百済と同様に不完成を導入しており、和国の23人に将軍号や軍長官の官職を授けているぜ。当初は国伝では安東将軍のままとしたとありますが、当初本義の文帝記には安東大将軍としたとする記述があり、どちらが正しいのかは不明だ。式や正史三国史もそうなんですけど、著者が同じであっても、反対のことが書いてある場合もあるんですよね。和王政の時代には国は朝鮮半島南部の軍権を手にしたわけなんだけど、それ以外に当初は国伝には記述がなく、次の言葉が続きます。和王政史す。正史の甲賀使者を使わして貢ぎ物を建てまつった。ここで注目したいのは、和王甲賀は王ではなく正史の立場で、朝貢を行ったということだ。正史というのは、大使であり後継者を指す言葉ですが、和王甲賀正史の立場で朝貢した理由はよくわかっていません。和国内で何かしらの混乱があり、和王甲賀は正史の立場で朝貢した可能性があるんじゃないかしら。正史である甲賀が朝貢したのが462年のことであり、次の記述が当初は国伝にあります。大明6年、正祖皇武帝は御事の理を下して述べた。和王の正史の皇は、代々にわたり重ねてきた中国への忠節を大事にし、外界の反兵となり中国の感化を受けて辺境を休んじ、うやうやしく貢ぎ物を持参し来朝した。皇は新たにその統一を治めることになったのだから、爵号を授け安東将軍は国王とせよ。和王皇は安東将軍、和国王であり六国諸軍事に任命されなかった理由は、いまいちわかってはいない。和の豪雨に関してわからないことだらけなのは、当初は国伝の記述が簡略すぎることが大きいんですけど。それでも、和王皇が宋からは国王として認められたのは、事実なのでしょう。和王皇が安東将軍は国王に釈放されましたが、当初は国伝には次の記述が続きます。和王皇が亡くなり和王部が和王となった。
自ら自説と徳はくだらしらぎ見まなから新官母監視地国処分事案東大将軍は国王と称した。上記の記述からは王侯がなくなると、和王部が即位しくだらを達し地国処分事を求めていることがわかるはずだ。草書和国伝には478年の和王部の上評文が掲載されていますが、和王部に宋は次の釈号を与えました。史実説と徳は白木見まなから新官母官六国処分事案東大将軍は王。宋は最後まで和国にくだらの軍権を認めず、七国処分事には届かなかったんだよね。ただし、和国にはくだらの軍権を認めない代わりに、和国王を和王としている。和国王は軍事協力が期待できない場合を指し、和王というのは軍事協力が期待できる場合を指すんだよね。和王としたのは、宋にとって和国は重要なパートナーだということを印象付けたとも言えるんでしょうけど。さらに、和王部は安東大将軍に昇進するなど七国処分事は認められなかったわけだけど、厚遇されているようにも見える。この頃には宋は山東半島を北魏に奪われており、宋が多くの味方を望んだ結果だとも言えそうだよね。宋書は国伝の最後なんだけど、和王部の上評文で締められているぜ。和王部の上評文の内容に関しては、すでに動画にしてありますので、そちらを視聴するようにしてください。ここでは和王部の上評文を紹介しても、同じことを繰り返すだけになってしまいますので。それでも、長官役には和王部の上評文の内容を紹介してみましょうか。和王部の上評文を簡単に説明すると、宋に対してへりくだった文章で書かれており、和国は盲人や周囲王地朝鮮半島へも軍を派遣したことが書かれているぜ。和国は宋のために動いており、高句麗が暴落だとしているんだけど、そして最後に海部義道三氏を望み宋に対して忠実だと書かれているわけだ。結局のところ和国は建前上は宋のために軍事行動を起こしているような書き方なんだけど、実質は自国のために宋からの権威が欲しかったんでしょうね。それでも、少なくとも479年の朝貢を最後に、和国は中華の南朝への朝貢を行わなくなり、和の豪雨の時代は完全に終焉に向かったんですけど、魏志倭人伝に比べると草書和国伝は明らかに注目度が低いと言えるはずだ。今回の動画を見ればわかると思うんだけど、魏志倭人伝と草書和国伝ではボリュームも全然違うよね。草書和国伝と魏志倭人伝を比べると、内容の目新しさや濃さが全くの別物だと言える。魏志倭人伝には和人の風習、邪馬台国と船国の戦争、邪馬台国の政治体制など多くの情報があり刺激的だと言えるんでしょうけど、魏志倭人伝は博物誌だなんて人もいるわけだからね。草書和国伝では和の豪雨らが朝貢を行ったことと、宋が爵位を与えたことくらいしか記述がなく、最後の和王部の上評文には国の情報が少し掲載されている程度だ。魏志倭人伝が和国の国々なども書かれており、描写が次々に浮かんでくるのに比べると雲泥の差でしょうね。それらを考慮すると、魏志倭人伝に比べると草書和国伝が注目されない原因でもあるのでしょう。魏志倭人伝を語るとなると、1時間の動画でも終わる気がしないんですけど。逆を言えば魏志倭人伝の様々な記述が様々な解釈を呼び寄せ、盛り上がっているとも言える。和の豪雨だと記述がシンプルすぎて、想像が多くなりすぎてしまい、このあたりが注目されない原因でもあるんじゃないかしら。ウプ主は和の豪雨の話は好きなんですけど、和の豪雨に関しては語り尽くせたんじゃないかとも感じている。そう思っていてもまた何かあるのかもしれませんが、途中で止まってしまっているシリーズが大半の中で、和の豪雨は完結できた感じかしら。正確に言えば東進、宋、梁、高句麗、くだらの歴史をやってこそ、和の豪雨の完結だと言えるのかもしれない。和の豪雨は九州王朝説を解説してこそ、終わりだとも感じているんだけど、九州王朝説では現在では、とんでも説に分類されているのかもしれませんが、ウプ主は初めて九州王朝説を知った時に、興味深い説だと思ってしまったんですが。それじゃ、今回はこの辺で終わりにしておきたいと思うぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録、スーパーサンクス、概要欄からブログなども見てくれましたら嬉しく思います。それを励みとし動画作成を頑張ります。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくです。